オープニング下がりまで3秒前3、2、1、どうもさあ始まりました、なすなかにしのバズっちゃでございます。来ました今日も。はい、なすなかにしでございますけれども、はい、なんと今回ですね、うん、こちら来ておりますけれども、はい、約1300年の歴史を誇る大岩さん日石寺にお邪魔しております。皆さんお寺好きですもんね。もう中西といえばお寺でしょ。お寺といえば中西でしょ、うん、マジそれぐらいですか、うん、じゃあ神社といえば誰かなっていうことは。いやいや、わかんないんですね。狩野英孝くんじゃないですか。そうか、狩野くんだ。神社は、はい、いや、お寺はもう私大好きですから。どういうことするんですか、お寺は。あの、自分と向き合いますね。あ、マジで。やっぱり、やっぱりこう心がね、こうね、スーッとこうね、なんちゅう、きれいになっていくっていうことが分かるんですよ。へー、うん、すっげー、きれいになりますもん、うん、今もやっぱむっちゃきれいになってますからね。なるほどね、うん、ね、ほんでもうなんかもう、うん、まとめると早く行きたいですよね。いや、何やねん、もうちょっとオープニングなんかあるかなと思ったんですよ。一切なかったですね。この番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。なすなかにしのバズっちゃ100万回再生の日。今回こちらとある体験ができるということなので、はい、ね、ちょっと行ってみましょうか。歴史ある、はい、行きましょう。階段だ、はい、階段です、行きましょう。やっちゃう、久々に。え、何を。グリコこれここでやろうよ。いやいや、いいよ、やるよ。じゃんけんほい、あいこで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 しょ。昭和すぎます。やりとりがもう昭和すぎて。こんな時代ないやん、別に。いやいやいや、ちゃんとやりましょう。じゃんけんほい、あいこでほい。俺はもうあれ言うとこ、俺パーしか出さへんで。パーしか出さへんで。あ、そうだ、そうやで。じゃあ分かりました。じゃんけんほい、ね、あ、負けた、クソ。チョコレート、チョコレート、チョコレート、はい、じゃんけんほい、はい、チョコレート、じゃんけんほい、あー、チョコレート、はい、じゃんけんほい、お前強いなぁ。じゃあそんなええねん。強いわ、もう早くお入れて。なんでそれ強いな。早くお入れても行くから。行くの、うん、うん、登ってこそ、うん、立派やね。立派やで、これすごいね。もうちょっとやっぱ歴史あるって分かるもんな、うん、感じがな。すごい立派や、うん、この坂。お寺懐かしいね、うん、やっぱおばあちゃん家がお寺だったからね、私、うん、すごいんですよ。よいしょ。お寺あるあるなんかもありますよ。あ、お寺あるあるあるの。うん、一個ありますよ。何？お寺でいただくお漬物はうまいっていう、うん。いや、それも、え、森口のおばちゃんとかやろ。そうそう、大阪府森口市のお寺ですか、ね、あの白菜やろ。そうそうそう、国子姉ちゃんとかやろ。そうそうそう、あれ美味しいよ。美味しいのよ。うん、お茶漬け自分でつけてらっしゃるの。あ、なんであんな美味しいやろ。美味しいのよ、美味しいの。そうそうそう、うん、ここは何、ね、あ、延命地蔵菩薩、地蔵菩薩だ。あら、なんと見事ですね。うわ、立派だな。これはちょっと見事やな。あなた、あの、如来と菩薩と見分け方知ってる？僕は分からないんです。え、分からないんです。分かれへんの？はいはい、如来と菩薩の見分け方知りたくない？あ、いや、知っときたいです。知りたい、はい、ほなお願いせよ。え、教えてくださいとお願いせよ。ああ、ちゃんと、はい、ちゃんと俺、あの、言うてくれんと頼まないと。あ、そうです、すいません、うん、教えてください。やめて、もうそんなやめて、もうそんなやめて。やらしといて。いらないターンなんですよ。スッと教えてくれたらいいんでしょ。無駄なターン、無駄なターン。あのね、如来と菩薩っていうのはね、はい、菩薩の上が如来なんやけど、はあ、菩薩はその王子様をモデルにしてるから装飾品多いねん、つけてんねん。へえ、そう、うん、だからその首になんかつけてたり、はいはいはい、冠とかつけてたり、はいはい、そんなので、はいはい、如来になると、うん、そういうなんか欲とか全部取り除いてるから、うん、もうシンプルなの。へえ、悟りを開いた状態が如来だから。すごいじゃん。そういうことなの。ありがたい顔してはる今の
僕のボケ見ていただいてましたか？あの蚊が違うねん。ここ健康長寿やから。市役所で言うと蚊が違うねん。蚊って言うの？それは。そうそうそう、窓口が違うから。窓口違う。そんなお願いしてもダメ。すいません。申し訳ございません。そうそうそう。はい、あ、林さんあれだ。何？五重の塔じゃないの？わ、ほんまや。五重なのか。ええ。何重なのか。それ行ってみようよ。三重の塔や。三重の塔。三重や。すごいな。いやー、寺だけにちょっと俺テンション上がってら、うわやばい、サルスベリ滑ってしまいました。やられました。サルスベリがあったそこに。だからだ、44と思えない視野のね、視野の広さ。ありがとうございます。ありがとう。いや僕だから言うだろうなと思ってこっち歩いたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、あ、これも立派な、大日堂。お寺だからどういうお参りの仕方になるの？お寺は。お寺はね、手パンパンとかはしないです。普通の、はい、手パンパンは神社なんで三礼みたいな、はい、普通にもう、どうもどうも、でも普通にお参りしたいの、こうやって、あ、そう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 、バズっちゃう、ね、よろしくお願いします、ね、この上よ、上や、ほら、待てよ。マネージャーを、マネージャーを急に追いかけなくていいのよ。いや違うね、違うね、びっくりするやんか。映ると思って逃げてくれたやん。あ、そうそういうこと。そう、逃げた。それをそこまで追いかけるかわいそうなことすね。ちょっと小さい子で助けてって。やめたなと思ってたなんですけど。びっくりするじゃないですか。ちょっと言ってた。しまちゃん大丈夫よ。大丈夫よ。しまちゃん、もう大丈夫よ。怖かったな。怖かったな。泣いてるやないか。気抜けてた ね。あんなに長いことな一緒におんのに泣くってあんの。怖かった。怖かった。怖かった。急に青い塊が。そんなやるから。やめてください。ごめんね、しまちゃんね。いやいや。三重の塔、これすごい。うわー、すごいね、ここの眺めは。なあ、やっとくか。え？チョコレート。いや、もうええて。もうええ。ちょっと長いです。だって、持たんて。階段やし。あれぐらいがちょうどいい。オープニングぐらいの階段がちょうどいい。やらんでいい。これもういい。もういいか。全然いいか。じゃあ行きましょう。本当ね。あ、これ、わあ、すごい階段やね。なんかこの、塔に吸い込まれていくかのようなね。なんつってこの、三重の塔に吸い込まれていってるかのような感覚になるね。というと。いや、お前大体でええわ。吸い込まれてるっていうか、いや、なんかそんな感じやんか。あ、そういうことね。すごいね、この苔の感じもさ、なんかやっぱいいね。すごいよ、ほら。あら、見事やな。こんな木でね、こんなにうまく組み上げて。杖にあれやねんって、願い事みたいな。書くねんな。すごいよ、もうやっぱでも、なんぼ1300年前のもんや言うても、やっぱアップデートはされてるよな。そう、やっぱりそういうのあんの、なんで？見てみ？ペイペイ使えるから。使えんのこれ。ペイペイ使えるってことじゃないの？すごいね。すごくない？キャッシュレスに対応するんですね。対応するんやろうな。すごいね。あらゆる時代に対応されて、何年も何年も。すごい立派なね、お参りさせていただいて。ほんといいとこやね。あ、住職、住職さん。どうもどうも。どうもこんにちは。こんにちは。お邪魔しております。すいません。すごい立派なお寺ですよね。ありがとうございます。ね、もう言った富山の方とかもたくさんお参りに来られたり。そうですね。富山の方も多いですけど、県外の方もたくさん来られます。そうですか。我々その動画をバズらそうという趣旨の番組でして、はいはい、この日赤寺でなんかバズるみたいなって。よく撮られたりしてますか、動画とか。そうですね、やっぱりうちのお寺ですと、まあ、あその滝の方に当たるという感じですね。はい、当たる、はい、あそこ
いわゆる滝行できるってことですか。そうです、滝行できます。え、できるんですか。はい、ちょっとせっかくやからちょっとね、それ、例えば撮影させていただくのって大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。バズり動画に挑戦しましょう。しょ、滝行、うんうん、結構寒いですよね。でもあのね、今の時期雪解け水なんで、え、真冬は真冬で寒いんですよ。だけど今の時期は、ね、あの気温と水温の差が激しすぎて冷たいです。冷たい、はい、いずれにしろやっぱりそれはもう滝行っていうぐらいやからなあ、うん、じゃあちょっと6つあるのは何か意味があるんですか。まあ、人間の根っこである六根を清めるという、はい、はい、そういう意味があるんだ。意味があるんだ。じゃあ長谷さん、はい、滝行の準備、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあワープしますよ、はい、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、着替えてまいりました。これサングラス滝行にカッコつけなくていらないんですよ。おしゃれ滝はさせてください。カッコつけいらないです。おしゃれ滝は取りなさい。本当に、うん、サングラス取りに行く街がありまして申し訳ございません。お願いいたします。準備してるときスタッフさんも目そらしてください。すいません、ありがとうございます。さあ、もうこのカッコでやるわけですけど、うんうん、こちらどうすればいいでしょう。まずよくテレビの後頭のてっぺんで受けたりしますけども、はいはい、結構、ね、勢いありますので、そうですね、はい、首の辺に当たる感じ。首の辺り、はい、まあ、首に当てると自然にこう後背を垂れて教えをいただいているって感じになります。なるほど、はい、はい、で手は合掌で。合掌で、はい、はい、ありがとうございます、はい、なんかこういうのも書かせていただいたんですけど、はいはい、今から先に入る前にあそこの方の木の中に入れてもらいまして、まあ、願いが叶いますようにという感じ。うわー、はい、そういうことなんだ。皆さん何書いたんですか。僕、人気上昇。あ、いいですね。そう、全てのことに言えるということ。そういうことです。人気上昇したいなと思います、はい、で僕はもうバズっちゃ自体がバズりますようにと、うん、あら、ね、なるほど。そういうことでございます、うん、どれぐらいのその長さというかやるんですか。それは私の方からはなんか決まってない。決まってない。その願いが強ければ強いほどやっぱりどっち長いこと入っていらっしゃるんじゃないですかね。ああ、そういうことですね、はい、じゃあ聞いとこう。お寺は何時に閉まりますか。どんだけないのものすごい空気やんかじゃあそれ行きましょうかな。メガネ、メガネ、メガネ、顔薄い、薄い顔やな、うん、では滝行行ってまいります。行きます。さあ、冷たい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 、足めっちゃ冷たいけど、マジで冷たいよ、冷たい、冷たいけど行かないと、行かないと、行かないと、行かないと。冷たい、マジであかん、これほんまに、ほんまに冷たい。行くぞー。あー、冷たい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 、うわ、冷たい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 、もうバズらなくていい、もういい、もういい、そんないい、もうそんないい。ああ、途中であの願い事、風邪をひかないようにに変わった冷たいです。すいません、すいません、ね、あともう一回、もう一回なぜそんなに見ず知らずの方がもう一回そんなことありますよ、ね、二人の滝行バズ動画完全版は番組公式 YouTube チャンネルで公開しています。ぜひご覧ください。もうお願いです、着替えさせてくださいタオルで、タオルで抱きしめてください。私たちをタオルで抱きしめてください。ありがとうございます。ありがとうございます。できました。よかったですか。どうですか。あ、よかったね。あ、よかった、よかった。じゃあ、膝直してくれと入りましょうか。膝おじ、お父さんね、直してもらった方がいいわ。ありがとうございます。これ、我々がやる前までに、
471人の方がもうすでに来られてた。ですが今日僕と長井さん入りましたので、工夫させて3にします。はい。はい。見えました。じゃあ、長井さん、この作業は着替えてからでいい。ほんま。先着替えや。先に着替えや、これは。着替えてからでいい。事務所のインスタは後や。後なんやって。着替えさせて、寄るな。寄ったら滝行がわからん。ほんまや、もう。全身を。お父さん大丈夫ですか。お父さん入ってる。お父さん入ってる。着替えてもないのに。お父さん大丈夫ですか。何滝の化身。滝の化身ですか。滝の化身や。あ、すごいわ。気が直してもらおう。ああ、おもろ。いや、いい体験させてもらった。いい体験。いや、なんかでも心が現れました、ね、お父さんお気をつけてね。ありがとうございます。またお元気で。はい、いつまでもお元気で。どうもね、ありがとうございます。そこに家があるんですか。お家そこから帰るんですか。お家じゃなくて玄関そこまで。そうか、なんか玄関までの抜け道かな。そうか、すいません、ありがとうございます。